はい、おはようございます。永田です。さて本日のオーバーブーストはガンダムエイジ2ダークハウンド。この機体今作からコストが500上がって、まあ、従来がね25コストだったのに対し最高コストの3000コストに格上げということでね、まあ、なんならオバブが始まる前から、まあ、3000のダグはどうなるんだろうなみたいな、まあ、結構な期待が寄せられてたと思うんですが、まあ、残念ながらね現状の評価は、まあ、かなり低め、まあ、なんなら3000コストの中で一番下なんじゃねみたいな、まあ、そこまで言われてしまってるダークハウンドですが、まあ、今回ね俺が割とがっつり乗ったかな。いつもの機体撮影が星0から始まって星2くらいで切り上げたりするんですが、こいつは対戦分で星3やってから、あとはトレモとか CPU 戦ね他がっつりやって、まあそれっぽく動くようになった、まあ、おそらく運営的にはこういう動かし方をしてほしいんだろうなみたいな、まあ、立ち回りが完成したので、まあその上でこの機体、まあ、どこが弱いとか、さすがにここはこうした方がいいんじゃないかみたいな、まあそういうところをねしっかり喋っていこうと思います。はい、というわけで本題に行く前に、3000になったダークハウンド、まあ、何がどう新しいことができるようになったかってのをね、まあ、軽く喋っておきましょう。まず新武装としてモビルスーツ形態の特殊格闘に急速変形がつきました。これ内容的にライトニングと似たような感じですね。レバー N で前方に、レバー横で、まあ、レバー対応した方向に行ってから後方に下がるってやつで、まあ、レバー横を使い勝手良くなかったんで全然使ってないんですけど、まあ、レバー N がめちゃくちゃ優秀ですね。さすがに3000コスト急速変形といったところか、まあ、移動量だったりブースト燃費だったり、あと初動に誘導切りがついてたりと、まあ、かなり立ち回りに組み込みやすく、それに加えて格闘 CS と特写の2種類のアメキャンも使って動きながら、んで頃合いを見て変形特化で敵に近づいて、まあ、前作よろしくブーメランとかドッズランサー投げてもいいし、あと今作からの新規格闘として変形特化横格闘で、まあ、ちょっと追従方法が特殊なめっちゃ伸びるドッズランサー格闘が出るようになったので、まあ、それも使って、まあ、敵に奇襲を仕掛けていくみたいな、そんなコンセプトの機体になったと思うんですが、はい、じゃあこっからね、まあ、今作のダークハウンド、まあ、どういうところが良くないのかつらつらと上げていきましょう。まず一つ目はねメイン射撃のドッズガン、まあ、これ前作60発のところ今作弾が2倍になって120発撃てるようになってたりするんですが、こっからのねキャンセルルートが3000コスにしてはめちゃくちゃ貧弱。今作特格に新武装が入った関係でサブにアンカーショット、ムチが入って、で特写にアシストが入るみたいな、まあ、そんなコマンド変更がなされてるんですが、まあこのコマンド変更に関しては別にいいんだよな。その最初はね戸惑ったけど、まあ、サブにムチがあって特写にアシストがある、まあ、他のキャラでも見受けられる、まあ、そういうコマンド配置なので、まあ、ちょっとやったらね慣れるんだけど、真にやべえのがこいつらがメインから出てこないことなんだよね。なかなかないよこういう戦い方で、まあ、しかも3000コスメインからムチが出てこないっての。あと特写のアシストもね、まあ、やっぱ今作共通調整で振り向きがなくなってるんで、まあ25のままだったらともかくとして3000だからね。あとキャラコンセプト的にも、まあ、結構前を張ったりするので、まあ、そういった意味でメインから特写がないのはすごい不自由だね。てかおそらく、まあ、今後のアップデカなんかでメイン特写のキャンセルルートが解禁されるだけで、過去のヘビーウェポンのアップデみたいに、まあ、パッと評価が上がったりすると思います。でもう一つ使っててこれは良くねえなって思ったのが、この機体の超生命線武装のビームサーベル投擲のコマンド変更っすね。今作後ろ格なんすよ。これがねとっさに出しにくいのなんの。まあ、さっきねサブと特写のコマンド変更は別に気になんねえよって言ったけど、これはすごい気になるね。やっぱこの武装ってさ、まあ、自衛に使ったり、まあ、自衛に関してはバクステ後ろ格ってやればいいだけだから、まあ、そんなに気になんないんだけど、まあ、自分から当てに行くっていう武装でもあるから、まあ、軸合わせの横捨て前捨てからね出すのが難しい。レバーが忙しすぎる。ただでさえやっぱ変形関連の、まあ、コマンドだったりね割と忙しいキャラなので、まあ、その上で、まあ、とっさにブメを出すってなるとね、もうさらにさらにやり込まないと前捨て横捨てからは出ないんじゃないかなって思うんすよね。でさっきも話したあのメインから特写のルートがないってところも合わさって、この機体ねダウン取るのがすげえむずいんすよ。
理論値だけの話で言えば、まあ、完璧にブーメラン投げることさえできればもうちょっとねダウン取れるんだけど、まあ、そうなるにはねさらにさらにやり込んでもう後ろ角でブメを投げるっていうのをねもう体に染み込ませなきゃいけないんで果てしないんすよね。だからこのサーベル投げだけはねもう一回とっさに出せるところにコマンド変更した方がいいと思うんすよね。ってなるとどこなんだろうな。元の特殊はもうアシストがいるし、まあ、そうなってくると N サブか前サブ、 N サブの捕獲を前サブにして N サブにするのが丸かったりするんすかね。とっさに出せるみたいなアンカーショットとサーベルが混同するコマンドキモいんだけど、もうそのキモいを通り越さないといかんぐらい俺は後ろ格闘のサーベル投げよくねえなと思いました。仮にそうなった場合、まあ、後ろ格闘にカウンターを戻して、今カウンターね、アシスト、特写、玉切れの時の特写で出てくるエンドレスアルツゼロ方式なんすけど、まあ、そうなったら、まあ、格闘 CS の落下とかもやりやすくなるし、まあ、そうなったらさすがに3000の風格が出てくんじゃないかなって思いました。まあ、俺が今回ダークハウンド使ってて、まあ、よくねえなと思ったのは、大きく分けてその2つかな。まあ、キャンセルルートが貧弱なのと、まあ、ブーメランをなんとかするみたいな、そんなとこっすかね。まあ、他の細かいとこで行くと、耐久が低いだとか、まあ、メインはともかくとして変形サブの弾が弱すぎるとか、あとは格闘特化合成。まあ、前作までの格技、レギルスバカ野郎パンチが今特化合成で、まあ、キャンセル不可のね、技として、派生として出すことができるんですが、それの火力がちょっと、何かの追撃で使った時低いかなみたいな、まあ、そういう細かいところはねいろいろあるんすけど、まあ、とりあえずさっき挙げた大元の2つっすね。まああれもこれもやりすぎると、まあ、変形機ということで簡単に壊れてしまうと思うので、まあ、トリマ俺が最初に挙げた2つをねなんとかしてくれれば、まあ、結構3000の風格は出るんじゃないかなって思います。視点の方ね見てもらえればわかるんすけど、まあ、ちゃんと強いところ気持ちいいところはあるんすよね。あ、こうやって強襲してやばい当て方すればいいんすねみたいな、そういうのはね用意されてるんだけど、まあ、戦術した、まあ、不自由なところがね目立ってすごいもったいない感じにねなっちゃってるんで、まあ、やっぱあれかな、その他の3000キャラと比べると、まあ、勝つために要求されるなんだろう労力が見合ってないね感じ。なんか3000コストというより2650-2700コストを使ってる、まあ、そんな感覚になっちゃうので、まあさすがにアッパーは来ると思うので、まあそれ待ちってとこですかね一旦は。そう考えると前作のインフィニットジャスティス25から3000への転身大成功だったんだなって思うっすよね。調整もシードの共通調整ぐらいしかなかったもんね。なんならあれで強くなったまであるが、まあ神調整だったということか。はい、というわけでかなり長く喋ってしまったんですが、あとはこのラストの対戦実況やって終わろうかと思います。よろしくお願いします。さあ敵の編成がガンダムレギルスとエアリアル。さあドッズランサー特角横角と追従いい感じだったが、ビットに邪魔されてしまって、さあストライダーになってからサブとかをやっておくが、あ、さっきね変形サブか弾弱いって言ってたんだけど、まあ、一応情報されてるところもあって一発よろけになったんですよね。だから特角変形特角か、そこのビームバルカン当たってよろけ取ってからサブで、まあ、ちゃんと強制ダウンは取れるようになってて、まあ、そこはねさすがに便利になったかなってとこっすね。さあレギレスの耐久も低くなってきたが、こちらもといったところで、さあ後ろはね2000コス同士で縄張り争いをしているので、こちら3000同士のタイマン勝っていきたいところ。しかしなかなかレギレスが捕まらないが、ストライダー突撃からサーベル投げて特角合成アンカーショット引き寄せからのアセムの鉄拳、いい感じの原作再現でレギルス落として流れでストライダーアタックで、エアリアルも落とすと、あ、原作再現で思い出したんだけど、まあ、こいつの新技、まあ、追従が強いよって言ってた特角横角と、あれねおそらくなんだけどテレビ版のバーサスレギルスでレギルスの右腕だったっけな、まあ、それを破壊したドッツランサー攻撃だと思うのよね。サーベル握りながら突撃してるし、まあ、そこら辺もね相変わらずしっかりいい仕事をするエクバ運営ですが、まあ、だからこそねせっかく3000になったダークハウンドを強くなってほしいんだよな。いやもう本当にこれからの調整に期待でございます。てか次の調整はいつ来るんだ。
はい、そんなところでコスオバしたエアリアルに突撃するダークハウンド。さあ一度特射を避けてからドッツガンのマシンガン B マシで、相手に追い込みをかけていって、おっとここはオーバーライドでなんかスタンしてしまったが、いやよくわからない、かなり操作ガバついてしまったが、エアリアルもう残り耐久もね覚醒もないということで、おっとドッツガンよろけ取るだけだが、相方も一緒に来てくれてるので、まあそれに便乗してサーベルが当たったか相方のショットガンかわからんが、エアリアル落として終了です。どっちだ、シュナイドの方だった。はい、というわけで以上がオーバーブーストの3000コストに上がったガンダムエイジ2ダークハウンドの視点でした。まあ言いたいことはもう全部言ったからね、まあ重ね重ねではありますが、まあ今後のアップデに期待といったところで、本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。